お、地下はなんか芸術が爆発している。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえず自宅の隣でやってたのね自宅の隣で。お、こっちにプールが。なるほど、こういう感じ。あ、確かにいっぱいあったらちゃんとなんか施設としてのプールみたいな感じに見えるね。すごい。ここは住民の家か。すごいなあ。そしてプールを抜けたらそこは海。寝転んだ寝転んだ。かわいい。いいねいいね。あ、キャンプ場こんなところにある。へー、なるほどね。そっか、浜辺にちょっと裏通ってっけど。あ、これってさ、この道しるべ？こんな色にできるん？私普通に茶色しか。金のバラがあるよ、金のバラが。あれやんね。飛び盛りに比べたら金のバラが本当に金って感じになったね。なんか飛び盛りの時ってさ、私だけかもしれんけど、最初全然金って思わんかったもん。それ、金のバラですよ、みたいな感じでコメントされて初めて知ったけども。すごいな。あら、フランソワ。久々に見たわ。あ、この子あれじゃない？ミスズちゃんじゃない？あなた、はじめましての方ね。ああ、この島に遊びに来たの。私はミスズ、よろしくね。あなたは、アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでいってね。ピン。かわいい。めっちゃかわいい。いいな。あれないよね。大人っぽい感じないよね。私、確実に見た目からしてアイドル系やと思ったのに、全然違うっぽい。そこがちょっとびっくりやった、ミスズちゃんも。ミスズちゃんとちゃちゃまるはね、意外性がめっちゃあった。そして、バレないよね、この島、あつ森になってから、ここフランソワの敷地ですか？めっちゃ、綺麗やん。超綺麗やん。みんなそれぞれちゃんと敷地があるということやね。この島になってからさ、すごい全体的に広々としすぎてしすぎて。なかなかね、回ったんだか回れてないんだかちょっとよく、何？この島はみんなお金持ちなの？なんか、一家に一つ必ずプールない？すごい、こういうベッドもあるんやね。木のベッドぐらいかと思った。ここから誰かが何かを、お！なるほど。この辺は画家さんがいっぱい集まるんかな？ちょっとなんか、画家さんたちの間で有名なスポットなんかもしれんね。綺麗な景色が描けるっていう。あ、ここ博物館？あ、なんか位置的にもめっちゃいい感じやんね。いいな。やっぱああいうのって微妙に後から常設していきよんかな、みんな。ここは？なんか博物館っぽい感じ。ん？星座？星。お邪魔します。お、シックな感じ、すごい。本がいっぱい並んである。ふんふんふん。図書館かしら。ほい、左の部屋へ。あ、あれか、ここ、芸術家。ここが、もしかして、あ、そっか、ここに住んどるってことなんや。芸術家の人たち。そっかそっか。じゃ、ここに住んどる人たち。人たち、一人かもしれんけど。人があっこに出向いてって、絵を描いてると。え、すごい、なにこれ。こんなのあるん。やば。え、なにこれ、ストーブ？初めて見たんやけど、こんなストーブがあるん。外国とかで使われるストーブってこと？なんかかっこいいね。ほい、そして、奥の部屋へ。なんか奥怪しげやけど。なんだいこの空間は。何が行われているのかしら。この部屋にも、録画されている。
監視カメラが。何か、ものすごい重大な、ものが保管されてあるってことなんかな。この骨は誰か呪ってるの？何かしら、あれなんか、石碑みたいな感じよね。この村でなんか、重要なものが発掘されたのでは。お、右側の部屋めっちゃ綺麗。ふうこちゃんや。超綺麗。いいね、いいね。ふわー。あ、なんかこの床めっちゃ家具が浮いて見える、すごい。なんか不思議な感じやんね。空中に浮いとるみたいな感じに見える、めっちゃ。なんなんやろ。なんなんやろ、なんかすごい。いいね。ふうこちゃん、目キラッキラ。かわいい。はい、それじゃあ。二階へ。お。てか、画家といえばさ、飛び森のあの、誠一さんは出てこないんだろうか。お、風太くん。なるほど、それで化石がいっぱい。うん。足跡の化石あんな感じなんや。すげえ。この化石は一体何の、あれ何？カブトガニか何か？なんかひっくり返ってるのかな？そういう形？化石が大量に。いやー、枕元になんか、蚊の化石みたいなのあるんですけど。化石？化石よね、あれも。でもめっちゃなんか、研究熱心って感じやね。まあ、だって、風太くん知識すごいもんね。はい、そして、地下へ。お、地下はなんか、芸術が爆発している。もうなんかすごい、部屋の床から壁から、めちゃくちゃ、ペンキが飛び散りまくってるじゃないですか。ペンキ、絵の具。ねえ、めっちゃ、巨大だな。こんな感じなんや、大きさがすごい。てかこのシーツ可愛いんやけど。ベッドのシーツが。なにこれ？これあれやん、粘土のやつやろ？こんななんか作りかけみたいな状態もあるん。やば、すご。へぇ、まだこれ色塗る前ってことやろ？へぇ。はい、お邪魔しました。へぇ、なんかすごかったなぁ。ねぇ、なんかめっちゃすごかった。てか、この家具こういう感じにもできるんや、みたいなの結構あるよね。すごい。花が大量に集められとる。あれやね、こういう風に、なんて言うん？生垣とかで、道を囲むっていうのもなんかすごい、いいなぁ。ここはまだ、未完成のところということやね。あ、すごい、めっちゃなんかいっぱい、レシピが置いてあった。ここは、魔女が住んでるのか。お邪魔します。もう外観からして怪しげな。ゴキブリ。ゴキブリ。ゴキブリが、這ってるよ。あ、見て見て見て。ほらほらほら。二人、ハッケミーと、誰だった？ゆめみさん？名前ゆめみさんで会っとったっけ？ゆめみの館におる人っていうのは覚えてないけど。いってて、焦点した。おー、なんだい？やったー！ゴキブリみんないなくなってすっきりー。人んちだけどね。びっくりしたー。初めてあんなになった。へぇー。なるほどね。いろんな人たちのポスターがゲットできるんやな。お。なんかこの村は双子が多いんかな。双子どこじゃなかった。あ、ここあれか。寮みたいな感じかな。ねえ。なんかそんな感じじゃない？魔女学校ということだね。
え、すごい。魔女見習いかな。もう魔女見習いって言ったらお邪魔女しか思い出されないけど。お邪魔女ドレミ。魔女はあれなんかな、あの黒一択なんかな。はい、奥の部屋へ。お、なんか急に。ここは、普通に、中庭的な感じかな。そういう空間かな。なんか全体的に苔むしとってもすごいおしゃれに見えるな。はい、そして、右の部屋へ。あ、ほらほら。生徒は8人?どこで学ぶんやろう?地下とかかな?それとも普通に、魔女たちのシェアハウス的な。何かめっちゃ作文みたいなの書かされよる。レポートか?魔女も大変なんだな。筆記試験とかあったりするんかな?はい、2階へ。え、なんか急激に、え、めっちゃ綺麗なんですけど、こんな綺麗な空間で学んでるの?すげえ難しそうなこと学びよるけど。ねえ、全然なんか、魔女っぽくないよ。え、全然魔女っぽい雰囲気じゃないんやけど、勝手な私の魔女のイメージかもしれんけど、もうちょっとなんかね、イッヒッヒ系の魔女じゃないんかな。キョルンとした魔法使い系?でもね、前にホワイトボードがあって、なんかそれぞれの机の上に教科書みたいなの開いた時に多分あこが教室ってことよね。あー、そう、こういう感じ。何?上は?上と下で学ぶことが違うってことかな?下はなんか、呪ってそう。タロット占いかなんかかな?でもなんか黒魔術とか習ってそう。あれかな、なんか、ファイナルファンタジーとかでもさ、白魔法と黒魔法あるやん。ああいう感じ?白系は上で習って黒系は下で習うんかな。そういう、なんか魔女にも系統があるんかもしれんね。白魔は回復系やろ?面白いな。ね、なんか魔女って言ったらもっとなんか、本当に地下みたいなイメージしかないけん。こっちは和風ゾーンって感じ?もうなんか橋からして。すごいな、私、ひたすら何も考えずに雑草抜きまくっとるけどさ、あえて残しても全然絵になっとるっていうのがすごいよね。お、なんか、綺麗だなぁ。パッチがおるよ、パッチ。懐かしのパッチ。おぉ、あ、横向き、いいね、いいね、滝。はい、お邪魔します。あ、ここは温泉宿やね。ほら、こっちが男湯、こっちが女湯、そして番頭さん。着物が綺麗だ。着物持っとんやけどさ、いまいち、こう使い道がね。あ、すごい、これ床。ね、ここの部分、マイレザーってことやろ?すごい。この大きさの、ラグとかってことなんかな?へぇー。え、てかこれ、え、どういう感じなんやろ、床。ちょっとよくわからんねえけど。よくわからんけど、床がすごい。はい、それじゃあちょっと、男湯に。おー。やっぱこれ多分床、こういう床ってことなんやね。すごいね。こういう床があることによってなんか、すごい雰囲気が出る。前までって多分さ、煙玉みたいなの使ってこういう感じでしよったと思うんやけど、みんなかどうかわからんけど、めっちゃね、これ全体に、湯気が立ち込めとるみたいに見えるのすごい。いいね、いいね。こういう感じなんや、お風呂。すごい。女湯も楽しみだ。ちょ、待って、女湯、期待して入ってくる。おー、いいね、いいね、いいね。なるほど、男湯と女湯別に、こう、差はない感じなんやね。ふんふんふん。何か、美肌効果みたいなものがあるんだろうか、お湯には。まあ、大体の温泉にはそういう効能あるよね。さあ、そして、番頭さん。
ちょっと奥に入らせていただきます。あ、ここで、なるほど、芸を見ながら、まあ食べ物を食べると。すごいね、これなんか食器だけなんや。料理みたいなのはないんかな。まああったら多分置くよね。あったら多分それを置くよね。へえ。なんか和食みたいなものは集まりにはないのか。結構飛び盛りではみんなね、お寿司とかいろいろ置いとったけど。ほい、2階へ。あ、すごい。え、なに ?2 階お芝居取り寄るってことこれ。え、すごい。ほら。ね、カメラとか照明とかあるし。ここでお芝居取り寄るってことやんね。かっこいい。あ、こういう壁紙があるんや。桜が散り寄る壁紙。すごー。こういう動く壁紙。いまいち全然、ね。使いこなせていない。すげーって思えるだけで。はい、そして、地下へ。ん、ここは?なんか、ま、泊まる部屋ってことなんかな。楽屋?2階の、劇に出てる人たちの楽屋?いや、普通に泊まるだけかな、ここに。いいな、いろんな感じにできるね、布団とかも。すごい。すごい。これもこんなにいろいろあるのかしら。和室のレベルがなんかやっぱまた、飛び盛りとは全然違うよね。てか、どこを見てもさ、この、あつ森クオリティのこの、寄っても綺麗な絵。なんかどこ行っても絵になるけんな。はい、お邪魔しました。まあ、このね、施設の周りも、良きだね。パッチがね、めっちゃなんか、ゆっくりゆっくりとお散歩しよるのがめっちゃ可愛いんやけど。超可愛いんやけど。いいっすね。こんな感じで。まだ奥もある？あ、この奥にまだ行けるね。あ、すごい、ここは、チャペルっすか?見て見て。これ、金のバラのやつやん。すご。やば。お邪魔します。おー。ほら。あ、この絵かわいい。綺麗。ね。いいっすね。入り口入ってすぐに。噴水。建物の中にも噴水は置けるんやね。まあ、確かにこういうチャペルとかやったら、入り口入ってすぐのとこに噴水とかいうのもありなんかな。はい、左の部屋へ。中庭とかに噴水っていうのも綺麗そう。あ、ここは多分、花嫁さんとかの控え室かな。え、布団かわいい。こんな布団があるん。いいな、いいな。めっちゃかわいい。テンション上がりそう、こんなとこおったら。良きやね。あ、これ、マイデザじゃなくって普通にリメイクでできるってことなんかな、これ。ね、なんか他の島にもあった気がする、あの模様。はい、そして奥の部屋へ。はい、奥は、まあ、ここで、結婚式を挙げると。いいな、この、花の使い道がね、本当に私ずーっとないんやけど、なんかね、みんなめっちゃ自然な感じで島の至るところに花のやつ置いとるよね。素晴らしい。超綺麗。あ、でもここにはめちゃくちゃぴったり合う感じよね。ふわー。いいっすね。ここで愛を誓い合うのね。はい、そして、右側の部屋へ。あ、ここでケーキとか作るやん。おー、いいね、いいね。なんか私そういうのよくわからんねえけど、ウェディングケーキとかってその場で作るやんかな。いや、教会に作る場所はないか。
運び込んでくる感じかな。すごいなぁ。かわいい。何もかもが。ミキサーはあれ、あれかな？リメイクできるんかな？はい、そして2階へ。あ、2階は、ここでお色直しをするんだな。花嫁が。めっちゃいろんなドレスがあるやん。なんかこの左から2番目のやつシンデレラみたい。なんかあんな感じじゃなかったわ。いいねいいね、ここから選べるんやね、いろいろと。ふんふんふん。なんかあの幼稚園ぐらいの時にさ、写真館の前をね、通って行きよったんやけど、幼稚園バスが。なんかみんなで、私あのドレスがいいみたいな、めっちゃ言いよった。なんかね、結構ね、毎日ぐらい展示してある、外に向けてさ、展示してあるドレスが変わりよったんよね。ほい、そして地下へ。お、地下。ここは一体、コスプレ？なんかそんな感じかな。コスプレチェックな感じよね。なんなんやろ、ここ。コスプレでの結婚式もできますよ、みたいな感じかな。まあ、最近なんかこう、ね、いろんなのがあるけんさ、あれやん。キャラクターと結婚式あげる人とかもおるやん。確かあの、初音ミクと結婚した人とかおったよね。あともうなんか全然人じゃないものと結婚した人も、なんか外国とかでは結構おるっぽいし。そういう感じ？全然違ったらあれやけど。この大量の資料みたいなのは一体何なんだろうか。ノートパソコンかわいい、ピンクやった。はい、お邪魔しましたー。すごいなー。金のバラなんて、金のバラ自体が全く手に入ってない。あ、ここで受付？ことはこっち。こっち披露宴とかそういう感じかな。綺麗。白い楽器めっちゃいっぱいあるな。あ、で、すべてが終わった後に、こっちで新郎新婦が、ね、二人になって、話し合ったりとかするわけっすね。おしゃれだな。あ、こっちや。ここが披露宴会場ってことか。なるほど、なるほど。めっちゃいいやん。超いいやん。これは、プールみたいな感じで使うんかな？なんかそういう感じに見えるよね。これプールサイドみたいな。魚はおるけど、まあ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 。すごーい。こんなにもさ、なんか、島中あちこちを、作り込めるって、やばいっすね。語彙力がなくなったけど。やばいっすね。え、だって私もう、僕はそのまんま、岡山。全くもう全然、こんなどこもかしこも、施設みたいな感じになってないもん。すごすぎるやん。ふわぁ。あ、こっちはなんか、海を眺めることのできる、カフェテラスみたいな感じやんね。綺麗。綺麗。何？このおしゃれな島。ほら、バッタがすごく不釣り合いなんですけど。あれバッタ？キリギリスかな？ね。この島に虫なんて生息していないんじゃないかって感じなんだけど。綺麗すぎて綺麗すぎて。やばいな、なんか。本当に、別芸なんですが。ね、完璧なる別芸なんですが。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。みんななんか、それぞれ、
全然ね、村の雰囲気、村じゃねえよ、島の雰囲気とか違うんやけど、みんな、もうなんか、やばいの一言に尽きる。もちろんいい意味で。